フランツ・ザーフェル・フォン・ビュルフェンは、オーストリアの植物学者、鉱物学者、登山家、イエズスカイの司祭である。植物の新種ウルフィーニア・コリンサイアカと、新鉱物であるモリブデン・エンコの発見で知られる。ベオグラードで生まれた。父親は、スウェーデン系で、オーストリア陸軍の高官、母は、ハンガリーの伯爵家であった。個室の学校を出た後、17歳で、 ウィーンのイエズス会の学校に入り、卒業後は、ウィーン、グラーツ、ライバッハ、クラーゲンフルトで、数学と物理学の教師を務めた。1760年代に、イエズス会の活動が抑制されるようになった後も、クラーゲンフルトに残り、1763年に除会された。23歳から熱心に植物学に取り組んだ。 主に東アルプスの高地や谷の植物を研究した。植物の種の採集のために、グロース・グロックナーサンを歩き、オーストリアアルプスの調査のパイオニアとなった。1781年に、著書、プランテ・レディオラム・カーリーン・サッキーを出版した。アドリア海やオランダ北部の採集旅行を行った。ウルフンは、植物の学名で命名者を示す場合に、 フランツザーフェルフォンビュルフェンを示すのに使われる。ありがとうございます。